石窟庵は大韓民国継承北道慶州市にある仏教遺跡と含む山のふもとにある、もともと石仏寺と呼ばれていたが、石窟、長屋寺などを経て石窟庵と呼ばれるようになったのは再発見、修復された日本統治時代以降である。1962年12月20日、大韓民国国宝第24号に指定された。また、 1995年に石窟庵から約4キロメートルほど離れた仏国寺と共に石窟庵と仏国寺として世界遺産に登録された。白木の慶徳王と恵康史王の時代の最小だった近代城が自分の父母のために石本家舎を建立したと高麗時代の三国維持に記されており石本家舎が 仏国寺の位置に近いことから石窟案のことであると考えられている。751年に混流が開始され、774年に完成した。その後、1392年から儒教を中心とした朝鮮時代が500年以上続き、朝鮮の仏教は弾圧されたため、長らく放置されていた。発見された当時の石窟案石窟案韓国内の一1 9 0年。 郵便配達員が配達のため吐き含む山の峠を越えようとしたところ、突然豪雨に見舞われ山中の洞窟に逃げ込んだ。その洞窟の中に偶然仏像を発見した。当時の石窟案は崩壊寸前で倒壊の恐れがあった。天井が抜け落ち、仏像に直接雨が当たり、周囲の仏像の配置もすでに不明で、全体の半分以上が土に渦もれていた。そのため、 日本統治時代の1913年から1915年にかけ、日本により3度にわたる大規模な修復工事が行われた。工事には当時としては最新の技術であるセメントが使われた。朝鮮戦争前後の混乱期に再び放置されたが、1961年から1963年にかけて、韓国の文化財管理局の主導で補修工事が行われた。 湿度の問題を改善するため、後部をさらにセメントで塞ぎ、前面をガラス張りにして人工的に除湿したが、見物客から排出される二酸化炭素などによる花崗岩の損傷が指摘されることとなった。また、1961年に建てられた木造の全室も換気を妨げる要素とされる。また、仏像の配置は日本が出たらめに並べたとして、仏教の経典に照らし合わせ。 独自の並べ替えを行った。しかしその補修後、発見当時の石窟案の写真及び事前調査の詳細な配置図が見つかり、日本が行った補修、配置が正しかったことが発覚した。しかし配置は今なお復元されていない。石窟入り口はガラス板で覆われ、内部に入れなくなっている。そのため一般社は全室からガラス越しに見学する。石屈の周囲には、 文化移動後のずさんな作業により配置する場所が分からなくなった石材が展示されている。韓国では本尊となる仏像は2体あった、1体は日本に盗まれたと考えられていたが、学術的な調査の結果、これは誤りであり、最初から仏像は1体であったことが報告された。中央日報のアンヘリ論説委員によると、韓国では2019年にテレビバラエティ番組で、 韓国志向史講師による、石窟案は千年以上に完璧に保存されてきたが、日本が嫉妬して、セメントとコンクリートを塗って傷つけたという虚偽の主張が放送され、日本は嫉妬で盲目になり、石窟案を傷つけた野蛮国家として、韓国大衆の袋叩きにされたが、講師や放送局が、訂正や謝罪をしたという話は聞かなかったという。アンロン説委員は、韓国では、 何でも反日はいつもこのように免罪符を受けてきたが、韓国国民の愚民化を招いていると批判した。ありがとうございます。